はい、ともくんチャンネルです。はい、今回はね、ちょっと部品紹介をします。ここ、約1ヶ月ほど前かな、に、ホビーショップメガドクさんでね、これ、もう、ジャンク品なんですけど、これ、青島さんのキットですね、の、これは S パッケージっていうやつで、R32 のスカイラインの GTR ですね。はい。一応部品とかでもニスモのエアロとか、そういう部品もついてます。はい。で、一応ね、部品っていうのはこんな感じですね。はい。はい。一応ね、ジャンク品なんで、一個だけね、このクリアパーツでヘッドライトですね。はい。この、片方はいけるんですけど、片方がね、半分割れてます。はい。どうにか作ります。はい。テールとかはね、何もないんですが、このヘッドライトのカバーで一個だけね、半分割れて、そういう感じでなってます。ジャンク品なんでしょうがないです。はい。で、一応色的にはまだね、白色です。はい、こんな感じですね。はい、一応こんな感じです。で、シャーシも、はい、こんな感じです。で、このキットについてるやつですね、タイヤ。はい。これは16かな ?17 かなのタイヤですね。はい。で、足回りとか、こういうね、バックミラーとかワイパーとかですね。はい。部品もこれ1個外れてるんですけど、部品はありますんでね。はい。一応足回りとかは説明書通り作ります。僕またね、色だけオリジナルで、拭いていきます。はい。こんな感じですね、足回り。はい。で、マフラーもこれね、メッキのマフラーと、で、黒い方のマフラーがあります。これは出口ですね。はい。で、ホイール。はい。これは懐かしいホイールですね。はい。これだけですね。今、このキットに入ってるのはこのホイールだけですね。はい。で、内張りとか、で、ダッシュボードですね。はい。こんな感じで、ブーメランアンテナもついてますしね。はい。で、テレビのアンテナかな?電話のアンテナかな、これついてますね。はい。こんな感じですね。で、ここに
まあ、横のやつかな、サイドステップで、これはニスモのやつかな。はい、になってます。で、デカールですね、まあ、透明のナンバープレートのやつとか普通の数字のやつですね。でニスモのマークで、メーターのやつとかですね。はい、こんな感じにのデカールです。はい、で、箱の横だったらね、まあ、ニスモバージョンにするんだったらこれですね。はい、まあニスモにすると思います。はい、で、この S パッケージシリーズで、R32 のスカイライン GTR のやつですね。はい、こんな感じです。でタイヤもブリヂストンのやつですね。でホイールも透明の TMR っていうやつかな。はい、でハンドルもこれトラストのやつかな。はい、でブリットのやつですね。ブリッツかな、ブリットかな。はい、でこんな感じですね。ニスモのホイール、マフラーですね。はい、そんな感じです。まあこれもね、買ってきた時に部品紹介するのを忘れてまして、今回は、ちょっとね、部品紹介をやってみました。はい、まあここ何年か前にこれは青島さんだったんか藤見さんだったか忘れましたが、こういう R32 の GTR ですね、はい、を作って、まあ僕のオリジナルでね、こんな感じにしてやってますが、もう飾ってたらホコリだらけになったんで、はい、でデカールもね貼ってたやつがもうボロボロになったりしてたんで、まあ一応ねこんな感じの、GTR も作ってました。はい、このホイールとかは、藤見さんのねキットの、これは RX7 の FC のやつだったんかも分かりません。はい、まあそんな感じなんで、まあ僕もね、R32 のこの GTR ですね、スカイラインの GTR はまあ何個か作って置いてますんで、飾ってますんでね、また、出てきたら、はい、何個かまた紹介します。はい、これもまた作っていく時に紹介しますんで、その時はよかったら見てください。はい、それでは今回はこんな感じでね、少しだけなんですけど、この S パッケージ、青島さんのキットのね S パッケージのニスモのやつですかね、R32 のスカイラインの GTR の部品紹介をしてみました。はい、まだ次回、何するか分かりませんが、次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。